どうも菅田一ですということで本日はこちらスペシャルゲスト堀川美久夢選手に来ていただきましたよろしくお願いしますありがとうございます 現役バリバリのもうシード選手7位ですかショランキング。ショーキング7位ですか素晴らしいです本当に。去年優勝一緒されてカシオでおめでとうございます。ありがとうございます。初めてあのミクムさん出会ったのは ABC ですね。はい兵庫の方で。ジュジュトヨの解説をやられてましたよね。そうですね。とことん18番ホールみたいな感じ。そんな感じでやらせていただいてあの日はちょっと最終日が。そうなんですよね。なのでなんかその辺のお話はちょっとまた別の回であの来たいと思うんですけども。ミクムさんのチャンネルで私の最大効率スイングに 触れていただいてちょっとやっていただいたんですねなのでろやりましたねはいもうみくぶさんの良さをもう全部取っちゃったみたいな感じいやいやそんなことないですよでも現にガっといったんでスピードはねやっぱ上がるんですけど今回はあみくぶさんはやっぱり曲がらないスイングを今手に入れてるということでちょっとその辺の秘密と実際に僕もみくぶさんのイズムを取り入れたスイングをやってみてちょっと曲げたくないっていう人のための今日は ドライバーのスイング解説していきたいなとだいたい飛距離アップのが伸びるんですけど曲がらないで大丈夫ですかね不安ですけど曲がらない方がスコアには絶対大事ですからね最低効率スイングですか安定のスイングですねそうですねちょっとその辺を教えていただければと思うのでよろしくお願いしますちょっと見込みさんのスイングをじゃあ何球か見せていただいてあの大地ゴル TV の結構好きであの大地さんってレッスンがその クロスになると右に行くよとか,なんかレイドオフになると捕まえるとかそういうなんかではなく何かゴルフのスイングを何かとすごい紐付けるじゃないですかちゃんと。だから理論なんて言うんだろう僕も結構ゴルフのスイングっていう特化した考え方ではなく再現性を常に同じことをできることを考えてるんですねいつも。だからゴルフでテイクバック何センチこの地面と平行からコックをし始めて耳と肩の間にとかそういう考え方じゃなくてもう単純に。 上半身と下半半身身でで分けててんす僕つ上っいうのは、まあ、アドレス構えたこの三角形肩とこのクラブヘッドこの三角形を絶対に壊したくないですよテイクバック上げる時お出ました当たってインパクトさんこ,この三角形はい極論のイメージイメージはこうです実際打つ時っていうのは多少このクラブヘッドが遠心力でちょっとたわんでるように見えますけど イメージはこの三角形で振ってるだけそれが上半身の使い方で下半身の使い方はメディスンボールってこの重たいボールがあるじゃないですか重たいボールを自分で遠くにに飛ばすすために放り投げている感じでこの下半身のボールを持っててちょっと重たいボールを2 3キロのボールを持ってそれを遠くに飛ばすっていうイメージだけで下半身を使ってるんですよね。 地面反力とか回転とかっていうのを考えず自分でボールをなんでこのボールが棒の形になりグリップがありこれをそのまま飛ばしてる感じなんですよとにかく構えで作った形を変えずに、はいね、とにかくシンプルにテイクバック上げてからインパクトまでこの1秒ぐらいの間に考えることが多いって、はい、やっぱり再現性に欠ける原因でもあると思うんでもう アドレス構えて形を作ったらその形を変えず、あとは球を放が、あのー、球をメディスンボールのように放ってあげる感じですね。もう狙ったところに。僕もちょっとそれで、はい、ちょっとミクムさんの動きをこうやってみたいんですよね。いやもう菅が大師さんのさ最大効率スイングからいや僕四十ヤードぐらい距離落ちるかもしれないですか。<構>逆に僕習得したら多分四十ヤード伸びると思うんですけど。飛ばしにやっぱり僕もこの一二、うん、年間ずっとはいはい、はい。 こう重きを置いてやってきたので、ちょっとこう一発なんて言うんでしょうコースで狭いシーンとか緊張したシーンでやっぱ曲がっちゃうっていうのが僕の今のちょっと悩みで、曲げないスイングをもう一回ちょっとやってみて、はい、そことの飛距離とのこうバランスをそうですね自分でももう一回見つけていきたいなと思ってるんですよね。はい、もうあの僕のチャンネルでもおっしゃっていただきましたけど、はい、やっぱりそのテイクバックで腕がたわんでとかいうじゃないですか。僕の中で。 関節というものは曲がる原因だと思ってるんでん関節はなるべく使いたくないっていう感じなんでだからもうこっからシャフトなんですよ、はい、イメージはいや大地さんが裏剣でバチンバチンなんてことは僕はもう今までしたことなく <laughs> こっから。 バチンって感じじゃあそのみくむさんのこっからシャフトっていうこのシャフトの硬さは何、いはい、ですかこれもうもうえトリプル X ですね僕はそのこっからシャフトっていう感覚は僕もすごく持ってるんですけど、はい、僕はあの L シャフトですよねレディースシャフトのね、はい、そ,そういうことです、ねはい。だそこが結構大きな違うんですけど、はい、ヘッドスピードそっちの方が上がるし僕は、はい、ちょっと重ためなインパクトになって球を押していくような感じですねだそこのちょっと硬くするなんかポイントを僕もちょっと知りたいなと思って。 僕の理論の中ではグリップ作ってとにかく肩には肩首には張りが来ないように軽く前腕にはクラブを持ってるくらいの張りは来るんですけどく雲さんの場合ちょっと上に手を上げて本当におっしゃったようにまっすぐに近い形じゃないですかこの時って一歩間違えると肩もこうちょっと上がってきちゃいそうな感じもするんですけどその時に腕と体をシンクロさせるためのコツは僕がいつも例えばルーティンで後ろから見てやります。 もう今これ、なんですよねこれ今僕、入れたんですよ。はい、アドレスの感じで構えてもらった時のこの力の入り方っていうのを自分でちょっと感じておいてください。はい、で次、両腕を真上に上げて腕を外側に外旋させてください、はいはい、外旋させてそのまま真下に戻下ろしていく、はい、でそこから肘の位置をあまり変えずグリップするそういう感じです、多少はちょっと動くと思いますここから、はい、グリップをする。 いつも通りのグリップをする、はい、そうするとこの胸の入り方が全然違ううと思うんですよねちょっと状態に乗っかってくるような感じでか,かなりこの胸筋とかに力が入ってる感じ、はいはい、なんか僕も腕相撲の選手って腕だけで勝負してるんじゃなくやっぱり体重全体じゃないですか、はい、彼らってしっかりここ体にくってひを、ね、自分の体の方外側に肘を向いてしまう人ってこれ腕だけの力なんで弱いんですよね。 しっかり自分の体に肘を持ってってそこからやるからやっぱり力が体重に乗ってますよねだから腕と体の一体感をするために僕は、まあ、後ろから見てもう癖でこんなルーティーンで毎回こんなことをやってたらおかしな人になっちゃうんで <laughs>、はい、自分の中で自然と左手を肘を体に入れてからまた構えたそうすることによって左手の腕と体が一体化になるんで。 逆に手が動けば体も動くし、はい、体を動かせば手も一緒に動くみたいな。うんこの力の入れ方をやることによって。はい、まあ僕のこの上、上半身が位置関係が崩すことなく、テイクバックできている。でフォローも。はい、いや僕、ちょっとそれを聞いてて、本当に感動してしまうんですけど。僕、もう多分この動画の前後で、同じこと言ってますね、多分。本当ですか。はい。えー、やっぱり、はい、あの腕が外側に絶対向いたら、もうフリーな状態になって。はい トップでもエル外側に行くんでやっぱこう外旋することによって脇が締まっていい意味での張りが生まれるっていうトーナメントプロの方でここまで説明できる人ってなかなか多分いなかったですよ。いやいやあのアウトプットして自分の中でもじゃあめくみさんはこの時にちょっと僕そんなに左腕に関しては内側に入れるイメージが少なくて結構右はおっしゃったように結構こういう外旋して。 くっっつけけるイメージがあったんですけど、左も割とこう内側にこう、今の動きの中でこう入れてくる、はいくの、まあ、ナチュラルに自分でもう入れてますね、はいはい、で右,右もあんまり上から握るっていうよりが、まあ、ちょっと下,下からですよね腕の位置がやっぱ全然変わりますね、はい、そうすると、はい、こう自然に手を、まあ、ある意味下げられなくなってくるんでミクムさん風な構えがこう。はい できてくやっぱりこの肘の位置を自分で外旋させて体に持ってきてそこからアドレスすることによって肘が外側ではなく内側を向いてるじゃないですか、はい、そうするとテイクバック上げるときも自然とまず自分の体に肘が向いてるんでテイクバック上げたときに、ねねはい、自然と下向いてくれるんでそうすると左腕がしっかり優位な場所に来てくれて、うん、そこからまあ引っ張っていけるっていうか。 でインパクト後もやっぱり肘が下向いてる方が畳みやすくなる、はい、これがこうなってるとやっぱり割れるしインパクトの時は割れちゃいますうん、はい、そうすると腕と体の一体感は三國さんがこうなんとなく入るこの動作に結構なんかポイントがあるって、ねねはい、結構見てるとプロたちって多分無意識のうちにやってると思うんですよ、はい、なんかみんなみんななんか袖をちょっとさめくるような感じでや,、はい、やったりするのも結構入ってくるし なんかこの左手がちょっとこう来る感じの人とかって、はい、結構イメージでいると思うんですよねあんまり構えて <laughs> こういう人っていうのはあんまりいないと思うんですよ結構左手で来る人っていうのはいると思うんですけど、はい、その人たちはおそらく無意識に体と手をシンクロさせてるっていうようなイメージですね僕の中では ABC の時に多分その解説してますよねマジですか もうこんなんなって入ってたらもうだめですからねっていうのは結構言ったりしてるんで,でいやそれをちゃんとご自身で分かってるっていうのはやっぱりすごいですねちょっと打ってもいいですかやっとこれで、はい、打たせてもらってもいいですか、はい、ちょっとこのいつもの感じのアドレスは、はい、僕こう左手ダラーンってこう落として、はい、これくらいのまあ力感なんですね、はい、今アドレスとしては。で今の ちょっとこうよりもう極端にやったら本当に両腕真上に上げてそうですねこういう感じですよね全然腕の形のポジションというかもう違いますね手の高さがあとはもう自分のご自身のスイングで打っていいと思うんですけどそうするだけで自分のなんていうんだもうストッパーがかなり制限されると思うんですよ今までより逆にこう動けるエリアが決まってくるからこうこれ以上もうこれ以上これ以上やろうとしないですよね。 堀川カワミじゃないやそ今も今テイクバック上げたでもホリカワミクでしたよ。この手順を踏めばミクムさんになれるっていうもうこれ物まで芸人。これ今これやったらもう大丈夫ですね。こうそうそういうことそういうことです。これちょっとなんかあれでなんでちょっと簡略バージョンで。はい。そういうことです。最初は最初はちょっと極端にやった方がいいですね。そしたらもうこうですよね。はい。こうでしか上げられないですもん。そうです。はい。もうこの三角形を壊さず。で、あとは自分の下半身はその メディシンボールで球を、はいそう、そういう感じでこう,うこういうイメージです、それがたまたまクラブの棒の形になっただけでございます、はい、ちょっとやってみます、この手の形を作ったら、もう状態は決まると、はい、で、下半身は重たいボールを投げていくイメージみたいな、はい、あ、ちょっと力んでるな、でいやいやいや、いいですよ。はあ まあそれでも僕もそうですけど、はい、大地さんに教えてもらってたわもうとしてもやっぱまだまだいきなりなんてできないしはい、はい、逆にまっすぐやろうとしてもだいぶたわんできてるしなかなかお互い一発二発ではなかなかできないと思います今までやってきたゴルフのスイングなんでこ,ここはやっぱ結構構構えがポイントですよね、はい、でも一番は。はい、下半身はあとはしっかり。 ただやっぱり、はい、あの見てるとイスさんってここでバチンっていう感じはあるんですけど、はい、これもまた僕ゴルフのスイング上半身下半身とあとクラブの体の使い方っていうので僕の中では押す動きっていうのはなくて全部テイクバックも背中で引いてテイクバックするんですよね、はい、でここからダウンスイングでまた左の背中で引いて打つんですよね。いや僕さんのそのそ引くっていいうワード、はいはい、すごい 以前感動したのがあって、はい、文字を書くときに、はい、押して書くよりも引いて書く方がまっすぐ安定して書けますよねっておっしゃってて僕ちょっと感動して泣きそうになりました。泣きましたか泣いてないです。<laughs> すませんいやでも、はい、そんなことは言える人はいるってい。だからゴルフのスイングもペンでこの押して一本の線を書くより引いた方がまあ綺麗な線は書けますよねって話でじゃあゴルフもテイクバックはこの 自分の中で押してテイクバック上げるっていうよりかは自分の背中で引いてテイクバック上げてダウンスイングも引いて打った方がまがプレーンは綺麗になるだろうなっていうイメージがあったんでん、はい、僕は結構最大コ略スイングで押すっていうワードを使っちゃってるんで相反すりますねいやでもあの,マーチャーの方困っちゃいますね押す引くって僕はすごい力の向かってる方向によって全然言い方というか変わってくると思ってるんで、ねはい、おっしゃったようにやっぱり安定するのってやっぱり、はい。 どれもこういう動きじゃなくてやっぱ引く動きじゃないですかだからこのテイクバックで私はやっぱこう、はい、左手の押し込みとは言ってるんですけど言い方を変えればちょっとっこう引っ張っ上に引っ張ってるような感じでもあるんでだから左肘がちょっと曲がってきますっと三雲さんの回でやらせていただいたんですけど視点、私このあのー、力点、作用点の話してもんねそうですね、はい、それは間違いなくやっぱり引っ張ってくるっていう感覚。 これですもんね。ボールに向かってちょっとでも押した瞬間にもう軌道が外から入ったり、右半身前に出て、この引っ張られる順序がやっぱ変わっちゃいますよね。そうですよね。ちなみに僕の今のスイングは何ミクムさんぐらいでした。何ミクム？いや十ミクムのうちのまあ六ミクムぐらいですね。なかなかいいですよ。そんな評価いただけてるんですか。あと根付いたあのスイングのターンはまだあるんで。そうですよね。ここで逆に。 緩んじゃう人っていうのは、はい、その状態だけで上げちゃってる人とかっていう感じですかねここの実際みく雲さんはここしっかり左手、はい、結構突っ張ったままくるじゃないですか、はい、でこう入ってきますよねこ、はい、だこの伸ばしっぱなしにするポイントっていうのは伸ばしっぱなしなんですけど、はい、意外と多分僕のスイングってここでなんかためがあるようにも多分見えると思うんですけど、はい、もうそれは自分でテイクバックを上げて上がりきってからいくっていうよりかは上がりき 上がってる最中にもう下半身は行ってる感じで自然とちょっとたまみが見えるっていうか1本の棒にするとちょっと手首もい硬くなっちゃうなっていう人多いと思うんですけど、はい、でも三雲さんのトップは結構ヘッドはやっぱこの辺の位置まで来るじゃないですかおっしゃった切り返しの動きの中で、うんはい、手首を硬くしないようにするのってどうしたらいいですか この指って力強いってやっぱり親指が強いじゃないですか。はい、まあ人差し指強いじゃないですか。はい、でだん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 弱くなってくるイメージはあるんですよね。でここをしっかり握っちゃうとこれも前側の筋肉が使っちゃうんで結構固まっちゃうイメージがあるんですよ。よ、はいはい、でも下の下で握ってたらグリップはしっかり握れてるけど意外と手首って柔く使えるんですよね。これがここを握っちゃうと手首が固くなっちゃうイメージありますけど。 でこの5本の指でも下3本ずつでしっかり握ってる感じですねはい、はい、でこの親指人差し指っていうのは意外と変な話話しながらでも全然普通に打てるぐらい僕それ、はい、みくむさんのチャンネルで後で練習ドリルでやろうと思ってたやつ <laughs> 本当ですか <laughs> 本当ですかいや将来はあの優秀なコーチの時に二、ね、足のわラジでやらせて頂けば今シーズンはレッスンのじゃあちょっと最後にもう一回だけちょっとみくむさんのイメージを入れて この練習というかそのスイングに行く前のやっぱこう儀式が必要になってきますね。儀式大事です。あミクムスになる儀式が。あいい、ね、あはい、あもうそこはもう今はもう十ミクムス。十ミクム <laughs> ミクムのテイクバックいただきました。<laughs> はい、こっからでも親指は力入らないように。いいね、はい。あいいよ。いい感じです。めちゃめちゃいいですね。はい、綺麗だねスイングやっぱり。 ちょっとスピードはいつもの自分より落ちちゃうんですけど、はいはい、曲げないっていうテーマはこれを練習していったら両方引き出しが持っていれば絶対いいですよ、ね、使う、使わない別としてう、ね、うんだってコースっていうのは毎回毎回全ホール違いますからね目からくるアングルでやっぱりプレッシャーでやられる時もあるしそんな時に広いホールはじゃあいつもの最大効率ちょっと狭いホールあるんで最低効率みたいな。<laughs> 最低効率じゃないですよ <laughs> ちょっとビックオーバーにしてみたいな。はい、いやいや,いやでもすごい勉強になりました。はい、僕自身も。だからもうみくむさんのなんかこう引き出しのレッスンもうレッスンプロですかてっていう感じの引き出し農産にただただ感動した会っていう。嬉しい。何を言ってんすかもう。ちょっと引き続きまたコース等でもありますんでよろしくお願いしますま、はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。